皆さんこんばんは。今日は日本もだいぶ寒くなってきて、腰周り、お尻周りが冷えて腰痛がひどくなってきてるという方のために腰痛改善ヨガをやっていこうと思います。夏の間はマシになっていた腰痛がこれから冬にかけてだんだん悪化してくる方も多いと思うので、予防のためにも一緒にやっていきましょう。きつすぎるポーズは入れていないので、夜寝る前にリラックスしてやっていただければ幸いです。まずはマットの上で足の裏と裏を合わせます。で、ダイヤモンドシェイプを作って引き寄せたらゆっくり後ろに倒れていきます。まずは呼吸を整えていきましょう。鼻から吸って、お腹をぷくっと膨らませて、口から吐いて、鼻から吸って、お腹にたくさん空気を入れてあげて、背中のあたりまでたくさん酸素を送ってあげてください。口から吐いて、もう一呼吸、鼻から吸って、鼻から吐いて、次に膝を立てていきます。膝を立てたら右足を左膝に引っ掛けて、そのまま左の足を持っていきます。で、左の太ももを自分の方に引き寄せていきます。こうすることで右足の太もも、そしてお尻周りがストレッチされます。ここでしばらく呼吸していきましょう。鼻から吸って、お尻の後ろあたりに酸素を行き渡らせるようなイメージで、このお尻周り、デスクワークとか、あと結構座ってる時間が多い方は固まりやすいです。ゆっくり伸ばしていってあげましょう。このポーズはお尻周りだけじゃなくて、足の太ももの前側も同時にストレッチできるので、大変おすすめなポーズとなっています。もう一呼吸いきましょう。鼻から吸って、鼻から吐いて、ゆっくり吐いてください。チェンジしていきましょう。次は左足を右膝に引っ掛けて、さっきと同様手をくぐらせて、右ももを掴んでいきます。で、ちょっとずつ自分の方に引き寄せていってあげてください。このポーズは便秘解消にもとてもいいポーズです。鼻から吸って、鼻から吐いて、じわじわっとお尻周り、足の前面、気持ちよく伸びるのを感じて、今は呼吸と自分の体の感覚に意識を向けましょう。鼻から吸って、ゆっくりリリース。ここで一旦背伸びをします。手を頭上で組んで、思いっきり上と下に引っ張ってあげてください。この時も呼吸を忘れずに、クーッと引っ張ってあげて脱力。次に手と手をお腹の
お腹の横あたりに当てて、ちょっと腰を上から押さえる状態ですね。で、右足、左足と伸ばしていきます。右足、左足。この簡単なエクササイズは腰を伸ばすのに非常に有効なので、寝る前にちょっと右足、左足と腰をこう上から骨盤をグッと押さえて、右足、左足とちょっと伸ばす。これだけでも腰周りの筋肉のリリースにはすごくいいので、ちょっと思い出した時に寝る前やってあげてください。もう少しやっていきましょう。右足、左足、右足、左足、右足、左足。はい、 OK です。次はまた膝を立てて、手はマットの上か横に置いていきましょう。ここからちょっとブリッジポーズに入っていくんですけど、このブリッジポーズをしている時は画面を見ないで首は固定しててください。首はまっすぐ天井の方を見ててください。ではゆっくりお腹を上げていきます。お腹を上げていくんですけど、このももとももの間にブロックを挟んでいるような感じで、股がだんだん上げていって、ブリッジをしている間に開いていかないように、そこだけちょっと意識を持っていってください。ではゆっくり腰を上げていきます。ここで少しキープして呼吸します。鼻から吸って、口から吐いて、肩一つ力抜いて。ヨガはね、リラックスして行うものなので、この時間は緊張しないでうまくしようとか、そういうふうに思わなくていいので、何も考えずにひたすら呼吸に集中してください。鼻から吸って、鼻から吐いて。じゃあゆっくり腰を下ろしていきます。一本一本背骨を下ろして、お尻が最後になるように、ではあともう一回だけいきます。ゆっくりお腹を上げていって、腰を持ち上げます。 できる方は次はちょっと腰の下で腕を組んで、グッとマットを押してみましょう。でお腹を上上と引き上げて、腰骨を伸ばします。腰骨じゃない、背骨をまっすぐ伸ばします。普段ね、ずっと座りっぱなしの人は腰が潰されちゃうので、その腰骨をピーンと伸ばすような感じでストレッチしてあげてください。ではもう一呼吸だけちょっと頑張ってキープしましょう。鼻から吸って、吐いて、吐きながら一本一本また背骨を地面に下ろしていきます。ではここで膝を抱えます。膝を抱えてキューッと自分の方に引き寄せて、で円を描いていきます。右回し、3、2、1、左回し、3、2、1。で膝を立てた状態に戻したら、右に腰をひねっていきます。右膝は左に倒れ、両膝は左に倒れている状態で、首は天井を見るか、またはお顔は反対の右側の方を向いてください。これは軽い背骨のツイストで、このお尻周りと体の側面を同時に伸ばします。
この時もお腹に空気をたくさん送ってあげてください。チェンジ。膝を立てて左にツイスト。お顔は反対の左側を見て、すいません、両膝は右にツイストですね。ここでしばらくキープ。リリース。ニュートラルなポジションに戻ったら、ゆっくり手を使って起き上がっていきます。ヨガはね、ポーズの合間合間でもゆっくり動くことでポーズの効果が深まります。では起き上がったら、また足裏と足裏をこのように合わせます。で、親指を上から掴んで少しだけ揺れて骨盤をトントンと刺激していきます。これは揺れる吉祥のポーズと言われています。揺らすことによってリラックス効果も高まるんですけど、骨盤を刺激することで骨盤内の血流も良くしてくれて、お尻の筋肉がほぐれることで骨盤も正常な位置に戻りやすくなるのと同時に、腰に流れ込む血液量も増えるので、この揺れる吉祥のポーズは骨盤調整、あと腰痛予防にもとてもいい、すごく簡単なエクササイズなので、これも寝る前にちょっと地面が硬いところで、カーペットの上とかフローリングの上でもいいのでやってみてください。じゃああと10回揺れていきましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、お疲れ様です。あと、次は、このままダイヤモンドシェイプを作っていって、足の裏と裏は合わせたままです。で、ひし形を作ります。で、この両足の下に手をくぐらせていきます。そのまま前にゆっくり倒れていってください。まるで自分がね、アサリじゃないですけど貝になったような気持ちで、ちょっとその貝の蓋を閉じるというのようなのをイメージして、このポーズは真珠貝のポーズって言われてるんですけど、まるで自分がね、海の底に沈んでる貝になったような気持ちでちょっとやってみてください。鼻から吸って、吐く呼吸で少しずつ前に倒れていってください。イメージとしては額が足の方に近づいていく感じですね。で、この時お尻周りの筋肉が気持ちよくストレッチされているのを感じられるかと思います。鼻から吸って、呼吸を長く吐き切って、吐く呼吸を長く取ることでどんどん副交感神経が優位になるのでリラックス効果が高まります。ではゆっくり起き上がってあぐらの姿勢になっていきましょう。で、またちょっと前に倒れます。前に倒れたら手をトコトコっと右の方に歩かせていって、で、ここでまた少しキープします。鼻から吸って、吐く呼吸で、いける方はもうちょっと
前の方に手を歩かせてあげてください。そうするとストレッチが深まります。鼻から吸って、次は背中を酸素の方に送ってあげるイメージで、吐く呼吸でちょっとずつストレッチ。もう一呼吸、鼻から吸って、吐いて脱力。次は手を左に歩かせていきます。またさっきと同様、呼吸に意識を持っていって、ヨガでは呼吸に意識を持っていくことを重要視するんですけど、それはヨガがただのストレッチじゃなくて、心の、安定にも効果があるようにできているもので、ヨガはただ単にストレッチしてるだけだと柔軟性は上がるんですけど、心の安定にはあまりつながらないので、ヨガをするときは呼吸に意識を持っていくようにしてあげてください。ここでも吐き切って、でゆっくり起き上がってきます。で次はちょっと手を上に上げて、ここでちょっと上半身のストレッチをしていきますね。手を上に上げて、はい、吐いて下ろして、吸ってあげて、吐いて下ろして、次は右手だけ上げて左に倒れていきます。胸は地面の方を向かないように空の方に輝かせてあげてください。胸開いて、呼吸を忘れずにゆっくりリリース。次左行きます。また胸を空の方に輝かせて、ゆっくりリリース。ちょっとここで手をブラブラーとさせてあげて、ほぐしてあげます。で足もここでちょっと前足を前面に出して立てて、でこの左右にパターンパターンと倒して、全身のエネルギーを分散させてあげましょう。ヨガはポーズとポーズの間にこのような好きなポーズを入れることで、効率よく全身にエネルギーを送ることができます。インヨガのポーズの合間にもこのように好きなポーズを入れてあげることがおすすめです。で足と足を次は足と足を前に出して、このように前屈のポーズになっていきます。前屈をする前のポーズですね、ポーズですねになっていきます。で少し足の指をパタパタと立てたり倒したりして動かしてあげて、でブラブラーっとして全身の力を抜いてあげます。肩一つリラックス。ここからちょっと前屈していくんですけど、倒れる時に自分のできる範囲で痛気持ちいい程度が一番ベストです。じゃあ右足を、右の足の裏を左のももにくっつけて、一度背筋を伸ばしてゆっくり腰から倒れます。深くいかなくていいので背骨だけまっすぐになるようにしてあげてください。鼻から吸って、鼻から吐いて、吐く呼吸で徐々にストレッチが深まります。
ヨガでは、インヨガではポーズを1分ずつぐらいキープしていくんですけど、この前屈のポーズはハムストリングも伸ばすことができるんですけど、お尻から上半身にかけての筋肉もストレッチできるので、両方同時にストレッチできるんですね。だから前屈のポーズはこのポーズ以外にもいろいろあるんですけど、とても腰痛予防に効果的なので、どれか一つでもいいので、毎朝毎晩腰痛持ちの人は取り入れてあげてください。私も忙しい時ヨガができないんですけど、そういう時は前屈だけでも毎日してあげるようにしています。もう一呼吸、鼻から吸って、鼻から吐いて、では足を取り替えていきます。次は左足裏を右ももの裏にくっつけて、でまた背筋をピンと立てて、腰から前に倒れていきます。太ももの裏側がじわじわっと伸びる、心地よい感覚を感じてあげてください。鼻から吸って酸素をハムストリング、太ももの裏に届けてあげるイメージ。鼻から吐いて、ふう。人はお風呂に入ってる時とかリラックスしてる時に、脳内のエンドロフィンという痛みを軽減する物質が分泌されます。なので忙しい時こそ、腰痛を持ってる方は忙しい時とか疲れた時こそお風呂に入ってあげたり、ヨガをしてリラックスすることで、その痛み止めを脳から分泌させてあげてください。で、吐く呼吸によってそのエンドロフィンが出るので、体が硬いという方もヨガをするときに吐く呼吸に意識を向けるようにしてあげてください。ではもう一呼吸、鼻から吸って、吐いて前に脱力、起き上がってきます。あぐらの姿勢になって、最後ちょっと首のストレッチをしていきますね。両手をこのように前でクロスさせて、左右の反対側の肩に置きます。で、右回し、首を右に回していきます。3回いきます。2 1、次左回し、3 2 1。次手を取り替えて、さっきと反対側の方向、右回し、左回し、手を肩にポンと置きます。右の手は右の肩、左の手は左の肩で、外回しに8回回していきます。ではいきます。8 7 6 5 4 3 2大きく1、前にはちょっと数少なめで回していきます。3回いきます。1 2 3。このね、なんで上半身も腰痛予防に、上半身のストレッチも腰痛予防に効果的かっていうと、人間は緊張するとこう前に前に猫背になりがちになってしまうんですね。自信がない時とかってこう人はこう前に姿勢が傾きがちなんですけど、
そうすると背骨が歪むんですね。背骨がまっすぐなのがちょっと前に屈曲するので背骨が歪んで、それが腰に来るんですね。だから腰痛持ちの人は腰だけに原因があるんじゃなくて、その太ももの裏とか、あと胸を開くっていうこともすごく重要で、太ももの筋肉、足、お尻周りが冷えると腰にも来るので、その辺のケアと、あと上半身、いつも姿勢を正して上半身のストレッチをして胸を開くっていうこともとても重要になってきます。で、今回の動画でちょっとでも腰痛がマシになったっていう方がいらっしゃったら幸いです。今日も私と一緒にヨガしてくれて本当にありがとうございました。じゃあ最後、一呼吸してナマステと言って終わりにしましょう。手を回し上げて頭上で合わせて、ゆっくり吐いて下に下ろしていきます。今日皆さんがゆっくり休めて、体と脳を休息できますように。ナマステ。また会いましょう。